ルカムコメントを書いていたらアプリが落ちたんですけどもう全部最初からやり直しですよ。 とということで、皆さんハッピーバレンタインそう今日は2じゃないようなのです聞いてくれますよねメイクはなんかもうほぼすっぴんでいきました <laughs> なんかしたんだよしたんだけどほぼすっぴんでした完成形が「握手会愛知分は完売しそうなんで5時販売お急ぎください」ということでありがとうございます とということで、あ改めてキャンキャンおめておでとうございます。ありがとう。明日です、見てね。昨日から、なかちゃんの残像が頭にいます。じゃあ、もう好きってことですね。じゃあ、まずはプログラムナンバー1の可愛い髪型をしていきたいと思います。うん、そう、ありがたいことに、もう完売が出てる分もあるみたいで。嬉しいです。ありがとうございます。 イイということで <laughs> 告白じゃなくて告知な件ということで告知ですまずは髪の毛を結びますシュシュシュバレンタインカードおもろいねだって何書いてたバレンタインカード こんなおもろいこと書いたかな21の鉄の当選しましたおめでとう楽しもうねキュッとやってこんな感じでえハーフツインもどきみたいなハーフツインなのかなの々ちゃん今日ワクワクとみんなに期待させます次に <laughs> またまた追加したよたくさん話せるだってえー、ありがとう楽しみにしてるね会うの これを23回三つ編みにしますでまた結びます不器用なのでゴムが <laughs> ゴムがあ来た。 ちょっと緩めに結びますこの時に他の髪を巻き込まないように結びます前髪ちょっと伸びた中坂は昔髪の毛をちょうどこの時期でしたよねバレンタインくらいにあの髪の毛を <laughs> あの切り刻んだ経験があるので皆さんにはすごくヒヤヒヤさせてしまうんですけどこの時期で。 くるりんぱをしますイエーイってくるりんぱをしてキュッてしますそしたら髪の毛をえええなんかなんか思ってた形になってないんだけどどういうことそしたら髪の毛をなんかうんか違う本んになっちゃうんだけどでもどういうこともうんやめます <laughs> 痛いよーって言ってこのその時も髪の毛を切りハハました <laughs> 痛いよハハ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 ハ じゃあちょっと可愛くしておきます直筆トランプカード当たったえおめでとう大切にしてねやっとねすごいなんか最近さファンクラブリアプレ多くていいね こんな感じにして上からこう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 ってやったらあの新芽もこう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 ,こうしてあ絶対絶対あ,のあれしすぎたちょっと引っ張ってちょっと引っ張ってあいい感じ。 今日色白ですね、ということね、その最近ファンデーション変えてから、肌の色おかしいの。しゅん。えー、やっぱやめます。プログラムナンバー丸一。終了。可 <laughs> 愛く、可愛い,い、なんか可愛いのつけとけばいいんじゃね。 絶妙に耳に当たらない耳当てをつけて <laughs> <laughs> かわいいなんでさこれ絶妙にこう耳,耳に当たらないのかな私が顎のさこの奥行きがないからなのかなわかんないです <laughs> かわいいまあこんなのもあれしてはいつついての プログラムナンバー本日のチョコレート紹介イいーイ、はい、ということでバレンタインといえばチョコレート今日はチョコレートを <laughs> 皆さんにお見せしたいと思いますイエーイえー、今年のチョコレートは こちらでーすイェーイ去年と同じクッキーと今流行っている平成女ジ,ジチョコでーす。ということでこれは去年も作ったクッキーです。これは混ぜるだけ簡単最高クッキーこっちは 溶かして固めるだけ簡単チョコレートでーすはいまだ味見はしていないので食べていきたいと思いますこっちのハートはすごく可愛いんですけど自分の手でこねたハートがなんかすごいすごいすごいいびつです <laughs> ということで味見なので星で食べたいと思います可愛い,いねスクショタイム 美味しいいただきます、うん、うま <laughs> めっちゃ美味しいですこれかわいいこれ食べます これは30分前に冷蔵庫に入れたんですけど <laughs> 固まりましたねチルドに入れたからかな <laughs> ではいただきますうんうん <laughs> うまっ うん、うまい <laughs> なんかアラザンみたいなのを大量にのっけてるのでそれがアクセントになって美味しいです <laughs> ただのチョコレートを溶かして固めただけなのでただのチョコレートの味がしますけどとっても美味しいですいこれはやっぱ 小学生の時によく作っていたチョコで皆さんも小学生の頃にこういうチョコをもらった経験はないですか中坂はこのチョコレートをもらったことたくさんあるんですけどお返しをしたことが一度もありませんでもめっちゃ美味しいです手作りには変われないですってみんなはこのチョコレートが欲しいですか ないですね時代が違います余計なこと聞くな煽ってますか煽ってないです小学校からチョコえ小学校の頃が一番ちゃんとチョコ作ってたわチロルチョコならバレンタインモテモテやったんやということでお返しは何がもらえると嬉しいあ中坂みゆちゃん的にお返しでもらえたら嬉しいのはなんかちょっとかポーチとかに入ってるかわいいアとか嬉しかったですねあとは「<laughs> お前お返しでもらってない?」 昔もらってない小学生の頃くらいはねチョコレート作ってあげますよね皆さん,い分かんない皆さんは男性からもらったことありますよね分かんないけど <laughs> 分かんないけどあこれから受け取りに行きますあ大事大事女王様愛をくださいということであげなーいああ5円チョコねみもよく食べます公園前に。 A ショでほ欲しいいらねえしって欲しいです欲しいってお会社何が <laughs> お会社が何言われるのギリチョコって何返せばいいか分かんないギリチョコだったら普通にチョコ買ってなんかホワイトで特殊チョコみたいなあるじゃないですかあれをあげればいいんですよ永ちゃんユニホーム連番しましょうツーショットということえしましょうしましょう なんかユニホームダービーはねグランパスが早そうな気がするグランパスは今週末届きそうです <laughs> 背景が寂しいということでそれな誰かさこうか,かわい,いくさこうスクシュして加工してみてください <laughs> <laughs> 手作りチョコもらって嬉しかったうわいいですね甘い経験甘い甘い経験甘い記憶甘い エピソード <laughs> 確保してておいてはくさんだって中坂のファンの皆さんは多才ですからそうじゃあ次はプログラムナンバー3アンするあーいいですねではアンしたいいと思います皆さんが食べたいのはこのいびつなクッキーそれとも綺麗なハート型のクッキーどっち なんかいい匂いするんですよ手作りなんちゃらは苦手だから中坂も手作りはねあんまあげないようにしたりしてたあいびつがいいのどっちでもじゃあどっちもあげちゃおっかな味一緒なんでしょう味は一緒ですよなんかチョコも買ってきたんだけど作る時間なかったマジで6時くらいからずっとチョコ作ってたのあこれクッキーか まだ完成してませあ <laughs>、ねま、ハートはこれで終わりなのでハートだけ持ってきました真ん中でこのハートがいいですか綺麗なのは長さがっぽくない <laughs> なんで目がハートイエーイ では続きましてアンタイムしていきたいと思います気持ちは研究生気持ちは研究生気持ちは研究生いきますあーん,ピッ, <laughs> あーんピッてあーんピッて <laughs> あーんピッて <laughs> あーんピッて <laughs> あん <laughs> うんうまい <laughs> めっちゃ美味しいわこっちも食べます めっちゃおいしいわ飲み物が欲しい <laughs> うんうんくるみんのチョコ食べたいくるみん今日ショールームしてないのくるみんのチョコが食べたい <laughs> うん 十二期で入ったつもりで暗してくれませんか9期なんですみません今作ってるっぽいマジちょっと今からくるみの家行ってきていいく <laughs> れました昨日の生誕生ありがとうございましたこちらこそ楽しかったん始まったとこなんだマカロン作ってんのねえみーも食べたいくるみのマカロン 女子からチョコもらったことあるありますよもちろんマカロンはさレベル高いわねメレンゲ作ってんのえうウェーイってやってんのそれでもウィンってやってるんですか <laughs> えーすごい私のお家にはウーンってやつがないのでのいつもメレンゲは作ったことメレンゲっていうかマカロンは作ったことないんですけど メレンゲクッキーをよよく作るんですよ私今日のクッキーも卵黄しか使ってないので卵白が余ってるので今からあの多分頑張ってメレンゲクッキーを作るんですけどえメレンゲクッキーマジでしんどくない作るの <laughs> 今うんわーってなるもう毎回が頑張るのはうわーってなるからあの本当に無理です <laughs> すごい、ね、くるみじゃあ2個目の平成チョコ食べますえめっちゃ可愛い,いよね <laughs> みーは今日混ぜてないみーは今日バターをクリーム状にする作業しかしてないので見にくそにはなりませんケーキ作れるすごーいいただきます エプロンスキュンコーンの,可愛い,のいいのいいの微妙に女子なのよね俺うんまたですかじゃあみーも来年はマカロン作ろうかな 最近吸気モチベが高い嬉しいんだけど一緒に吸気モチベあげていこう氷水でマカロンの中に入れる具を冷やしていますあガナッシュってやつですねに意外とさ知ってるんですよ <laughs> 微妙に女子ってなんやねん <laughs> マカロンはえマカロンの作り方も知ってるからちょっと聞いといて今からくるみの少量でぜひ答え合わせしてほしいんですけどマカロンっていうのはまずこう卵白を「ウ、え、ェーイ!」ってやってメレンゲを作るじゃないですかそしたらアーモンドプードルっていう粉を入れてこう混ぜるんですよ空気がこう空気を意識して混ぜていくんですよでまあ色つけたい時はなんか粉ピンクとか緑とか入れて粉を抹茶とかいちごのねねこうふわふわふわって混ぜて でガナッシュはチョコレートとか生クリームを混ぜて作るんですよね。ねマカロンは絞ってちょっと乾燥させてから焼いて「ヘイヘイ,ヘイはい」ですはい完成 <laughs> 誰にも期待されていません急きょ長坂大けありがとう。 さすがに詳しいい女子力高いねだって <laughs> 見てくださいこうバレンタインデーみたいな名前の方がすごく長坂のこと褒めてくれてますよ嬉しいねかいには肉じゃが作ってるよってことでなんか池田さん毎日さあれしてるよねいつ池田さん毎日ラブベリーのさやつやってるよねしかも今日のツイートさ一回消したやろ <laughs> 池田さんのお宅だから通知取ってるんですよこれは池田さんには内緒ね マカロン作れるっていうと女子力高く聞こえるえ分かった教えてくれてありがとうよし今日も消したです <laughs> そういいね肉じゃがみも食べたいから作って明日持ってきて明日会う予定ないか、まあ、いつか持ってきて長坂もちなみに料理できるんでは今日はしてないだけたまたま今日はたまたまクッキーしか作ってないだけです ここココちゃんがダイエット始めたらしいということねじゃあ皆さん言っといてくださいあのダイエットを始めなくてもいくら「細いよ」って言ってくださいそして中坂にも「お前もダイエットしろよ」って言ってください鬼まん作れるというか鬼まんじゅうですかあれ結構難しいよねなんかあのプニプニのさ素材はどうやって作るんだろうねちかさんが昼間にマドレーヌ作ってたよこれはじゃあ次の S 公演大期待大ってことでいいですかちょっと S 公演まで時間があるの でも近さんに会ったらマドレーヌが食べれるってことですねじゃあ次近さんに会った日に「ハッピーバレンタインデ」って言いに行きますよ <laughs> <ー>い中 <laughs> ちゃんも細いよ美恵ちゃんも細いよーということありがとうございます作り方知ってます <laughs> 間違えないなは <laughs> 作れるけど食べる派とか 作作りませんがととということでね作るとは言って,人と言って、ね、そうですよ今日もテンション高いあそろそろ次にきますプログラムナンバー4チョコをもらうあチョコもら,もらわないとということでまあ今日はハッピーバレンタインデーなんですけど、まあ、誰が女の子から男の子にチョコあげるっていうあれにしたか分かんないので是非皆さんがチョコあのチョコという名の愛のコメントをね送ってくださいで一番え白一番面白かった人と一番 愛がこもっていたコメントをテロップにします。<laughs> はいということでぜひどうぞ <laughs> バレンタインでクッキー作ってるの素晴らしいのにくるみんのマカロンに全部持っていかれる子ということででも私は自分の作ったクッキーよりもくるみんが作ったマカロンの方が食べたいですから皆さんも同じ気持ちだと思います。 長ちゃんへの愛のコメントで一番面白かったのと一番愛が重かったのをテロップにしますちょっと風呂入ってこいかなだってタイミング悪いですよぜひ今日は22時くらいからツーショットの悪手券買ったということでありがとう今映ってるの鬼まんじゅうですよねということで失格です <laughs> 鬼まんじゅうじゃないんですよどっからどう見たもんね雪見大福でしょ 愛のコメントで面白いって何言えないこと。<laughs> まあ長坂くらいキレのあるコメントお待ちしてます。二個目のマカロンえもうマカロンってそんなすぐできるんですか。分かったもうマカロンの生地とかできてて今ガナッシュと挟む工程なんだ。分かった分かった。愛をくださいということで。 雪見大福で広くてかわいいしいそれ <laughs> さっき「愛のホログラム販売状況」全部調べてポストしましたということでありがとうございますでものファンの皆さんがそうやってしてくれるのすごくめっちゃ嬉しいんですよ、ね、なんかファンの皆さんに言われるのめっちゃ嬉しいんですけどなんかめっちゃお父さんが7時から実況してくれて、うん、ずっとチョコ作ってたんですけどずっと一人で実況してるんですよ何月何日の握手売り切れてよって言ったら 売り切れたってさっき言ったやつ復活したよって全部実況してくれるんですよもう可愛いいでしょうちのお父さん <laughs> 私のチョコは絶対に割れませんということでどういうことでしょうか <laughs> バレンタインではこう,いうの期末テストということでね皆さんは期末テスト赤点回避しましたかくるみん 小さい頃アルミのカップにチョコ溶かしてキラキラ入れてたということねどこぞの中坂さんでしょうかでもこれが今流行ってるんですよ <laughs> 本当ほんとに <laughs> 今日グランバースショップに行ってきましたということいいなリストバンド買いましたか今日から販売でした顔面白いけど面白いということあーそうですねやっぱ今日の「中坂キレキレ」なので面白さいつもより3割増しでお届けしてますくるみんはチョコを溶かして でただだ固固めるだけではなく固めるるるけででなにえみえもキラキララ入れてるじゃないですか意識高いから緑のキラキラ入れてるこ,うもうこれがあと倍倍くらいありますから <laughs> そう5時始まりましたよ皆さんもう始まってますぜひゲットしてください「マクドのポテトより好きです」ということで中坂はマック派なのでマックのポテトがいいな <laughs> 変わらんやないかというか今日みえの夜ごはマックでした 誰ですか今デブって言った人 <laughs> 雪見だいふくみたいに丸いということでね確かにそうですね <laughs> 本当に本当にそうよ今日今日もじゃないいつもそうりじ状況の実況ファンより追ってるパパ坂さん鏡ですねということでホワイトチョコより面白いよ本当に ?3 個目いただきました パパ坂さんいっそ大人買いしてパパ坂がもし握手会に来たらどうするのってママカに言われたんですけど大声で「パパ坂がいるよ」って叫びますって言っときました仲良しすぎて羨ましいということでちゃんとチョコあげましたもうね5個入り5個,5個しか入ってないのに千0 0 0円もするチョコレートを買ったんですよしかも1個こんな高いね でなんで買ったかっていうと私が食べたかったからですだからちゃんと言いました私が食べたいからこのチョコを買いましたから絶対に一粒残しといてねって言ってショールーム前に渡してきました流行ってるってどこ情報よぜひ、ね、ヤフーとかで調べてみて <laughs> チョコボールさ坂今日はちょっと白いからなどうだろう <laughs> 私の心の白い恋人ですということでああいいですねなんかいい愛重めが伝わってきてすごいう嬉しいですねいいナイスポイントナイスポイント覚えてられるかなみんなのコメント <laughs> バレンタインデーが恋の決まりつテストだな,ホ,なホワイトデーは何のテストホワイトデーはあれでしょ合格発表だよ <laughs> 今日見は行ってないですよグランパスショップあの近いうちに行きたい開幕までには行きたいですね クルミへの対抗心いいえこのマカロンが作れるって書くとモテるらしいってさっきファンの人に教えてもらったので書いてます <laughs> 昨日クラブグランパス行った定休日ですう、クラブグランパスは月曜火曜定休なのでそうなんですよくるみクルミの配信見てきたらガチすぎてレベチでしたということでまるで長崎がガチじゃないみたいじゃないですかこれちゃんと1人でガチでちゃんとオーブンも予熱して作ったんですよ <laughs> ちゃんのキュルキュルなおめめ大好きということいいですねこうみゆちゃんの外見褒めてくれるところ最高ですキュンキュンポイント30 <laughs> いいですねい白い恋人も今キュンキュンポイント30くらいあります仲間えー雪見 <laughs> 大福は白いのではということで雪見大福くらい白いでしょ今日誰も言ってない雪見大福大好きですということで <laughs>。 私も大好きですね。君の服チョコみたいに飽きないよ。あいいですね。いいですね。キュンキュンポイント30です。無時で30増しました。ってまあ、いっぱいお話しできるの楽しみにしてるね。<laughs> まん丸のめいちゃんが好きありがとうございます。嬉しい！6回 <laughs> も通信だった。もう赤ちゃんしか買ってないけど、あありがとう。まあ、さか赤しか来たことないです。 明日の準備できてますか全然できてない今から腹筋50回くらいやっとこうかな魚 <laughs> 菓子揚げの中身みたいに白いよということでふわふわで白くてまるで私は魚菓子揚げみたいってことですかいいですねありがとうございますパパ坂行ったら胴上げしよう無理ですよ何人集まっても持ち上げられないくらい重たいですからくるみんのマカロンが完成したようですおお 坂さんと連番してる可能性 <laughs> そんなことはない明日もメイクポーチ忘れよう忘れそうということで忘れませんイエーイこんなに白が似合うのは雪川中ちゃんくらいよっていうあいいですねキュンキュンポイント30です今日「どですか?」でやってたよ平成女児中ほら流行ってるでしょ <laughs> リベンジで行ってみましたさすが <laughs> パパ坂さんとお話ししても何も面白くないですよ <laughs> 書いてる理由が不純すぎるあそんなことないです虚言じゃないですよ作れる気がするもん <laughs> 作れますじゃないところが <laughs> はい作れますですからねあっ赤までも作れるよみたいなそう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  <laughs> でもお返しでマカロンを送るのは相手に気がない時らしい なんかさそのさなんかさそうあるじゃないですかキャンディーあげるとこれとか,なんかグミあげるとこれみたいなのあるじゃないですかでもさ何でもかんでもさなんかあげた方もさお返しした方もさ気持ちを込めて選んで気持ちを込めて返してるのにさもうそんなへりくつをさあのさ何ですか毎回並べてさツイートとか <laughs> 載ってるじゃないですか、ね、ネットには、ね、誰が言い始めたんだろうね私は気がないって思っててもマカロもらえたら嬉しいけどね もう昨日もくるみんが可愛かったんですよはい <laughs> くるみんに「中坂さんのマカロン作れるらしいよ」って伝えればいいですか伝えなくていいです「中坂さんのふくらはぎ大好き」ひめたんがなんか意味わかんないこと言ってたらしいしなんか昨日もずっと私のふくらはぎを触ってきてたんですけど何ですかね。<laughs> オーブンの余熱でやってる時点で <laughs> ということで、うん？<laughs> みんなはじゃあオーブンで余熱できますか？180度で中坂さんのお家のオーブンはもう2、30年前のオーブンだからなんかも予熱みたいなボタンもなんかすんごいちっちゃいところにしか書いてないのだから中坂さん家のオーブンで余熱できることが素晴らしいんだよ <laughs>。はい。 チョコベースのマカロンより白いいでですととうことで、うん、チョコベースってことは結構茶色そうですけどね雪踏 <laughs> み大福を褒める配信じゃないです中坂美を褒めてくださいねえっッ大菓子揚げの中身です <laughs> どの三流キャラクターよりもかわちありがとうございます100人いたら胴上げできるだろうということでいや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 なめてはいけません <laughs> グリーン来てたら。 かしうことですか,柏餅ですか <laughs> パパ坂さんぶっちゃけ自分とどっちが大きいえー、えー、ちょっと痩せたからあああなたかもしれない <laughs> でもなんかピークのパパ坂はすごかったくるみンのマカロンお店のくらいおいしそうだってじゃあ何円で買わせてくれるかな <laughs> 作れるけどやってないだっけあそうそうそう時間がないあそう時間がないんですよマカロン真っ黒でも食べるよあいいですねキュンキュンポイントくるみオタクですココハちゃんも可愛いですそれは分かってます昨日コ,コハちゃんとあそうこれはあの裏話なんですけど昨日コ,コハちゃんとさあ見に行こうねって約束しましたはい ポニーテールとエプロンしてグッと来たということ。それはもうね、誰でもグッと来ますよね。<そう> <laughs> 今夜はペラペラ早くて素晴らしいということでね、今日は頭のキレもいいということ最高ですね。昨日、キョピコさんかわいかった。キョピコさん皆さん前髪をパッツンにしてバブになったの知ってますかめっちゃ可愛いいよね。サータンのお腹が気になる サータンはお顔が天才的にかわちいですよねうんあれは食べたい顔してます <laughs> ケーキ作れるから余熱はできるに決まってるやんということそういやそうですけど中坂のうちのオーブンではできないんですよ <laughs> ねえマカロンやりたいスフレやりたいすごい フサの骨がオススメというか中坂さんのオススメの骨を聞いたらふくらはぎという答えが来ました。まるで中坂のふくらはぎにはお肉がついてるみたいな流れですね。完成したいいの。サタンは昨日タイミングが2カ所ずれただけでほぼノーみスだったそうです。すごい。いやもうなんかサータンもココハちゃんも マジでですごいんですよもう34回しか出てないのにもう2ポジやってる時点ですごいじゃないですか私はだってアンダーっていうか普通に一声覚えるのに34か月かかったのにピョンピョンってすごいの本当に。に昨日いっぱいお話できたんですよ2人とだから2人とどんどん仲良くなっちゃってもう個人的には超嬉しい <laughs> マカロン12個ある、まあ、じゃあ俺の分もあるかな いいな <laughs> 発言がやばくなってるけど大丈夫そう,う今日バレンタインデーだから何言ってもいいのかなみたいなしょうげんじさんも配信してる俺のようこあなんか違うなって思って見てただって何が何が何がですか <laughs> あそうキョピコさん何か違ううなって思ったでしょそうキョピコさんは前回の制服の目から前髪がパッツンになっててバブになったんですよでキョピにピんに「前髪切ったの?」みたいな「パッツン可愛いよ」って言ったら「はいバブキョピーです」って言っててもう。 バブバブバブ,バブ,バ,ブ,バ,ブバブでしたはいうま、ん、昨きのこ,こはちゃんと共通点見つけたんです何だろう 清掃キャラを否定されてたでもキョッピーはうーん S 公演のキョッピーは先輩の中にいるからあの清楚だけどあの制服の目のキョッピーはめっちゃ MC 頑張ってるからでも私は知ってるキョッピーは清楚だってふわふわパンケーキ固め何分焼いたいと思う20秒とか <laughs> 21時15分やばいチョコがまだ食べ終わってない <laughs> <laughs> で,もでも昨日キュッピーとずっとイチャイチャ,イチャ <laughs> <laughs> だって誰も大喜利してくれないんだもん笑,笑うな中ちゃんも清楚だよね僕もキャッピーとイチャイチャしたいですか中坂は昨日ずっとキャッピーとイチャイチャしてたんですけど <laughs> <laughs> そしたら終演後にくるみんが「今日はずっとキャッピーとー」みたいなずっとキャッピーとハグしてて中坂さんみゆさんがって。 ってくれてあのー、一回一回ね一回休止しましたなんかもう言葉にするのも恥ずかしいもんくるみんが大好きすぎてうん <laughs> キョッピーも大好きだしサータンとココハちゃんも大好きこれからもっと仲良くなりたい本当に大好きです研究生が好きすぎてどうしたらいいですか <laughs> もういい私も握手喧嘩って並んでもいいわざわざもう大好き <laughs> どうしたらいい <laughs> バレンタインだからこう誰かへの愛を伝えるというか愛を叫ぶ配信ってすごいいいと思いますよね。ううん、うん キッズ大好きなんですねということでもキュッピーとココハちゃんは年上ですよ。<laughs> 研究生 DD ですねということ。研究生 DD で思い出したんですけどすごい中坂のこれは欲望というか願望なんですけどあのー、結構今からそうマジの願望を言うんであの。<笑><笑> キモって思わないいでください中坂のこれは願望なんですけど中坂の誕生日って6月にあるんですよ。で去年の6月はチーム S まだ17人いたんですね。だからまだ研究生はアンダーデビューしてなかったんですけどチーム S 公演には。去年の7月からこう1人減 ってしまった15人のチームメスになってしまったので研究生がすごい毎回毎公演代わりであのー、まあ、ずアずキャピクルミンを中心にみんなが出てくれてたんですけどそうそう私は気づいてしまったんですよ私の生誕祭にまだ11期と12期は出たことがないということに。なので今年の生誕祭は今たまたまチームメスは12人しかいなくて4人研究生が入らないと公演ができない状況なので。 あのー、いっぱい <laughs> 4人4人の研究生に祝われる予定なのがすごく楽しみなんですよだからはい楽しみです以上そうなんか昨日生誕祭を、まあ、昨日の生誕祭も含めてなんか研究生も あのこう生誕祭の主役のメンバーの話をしてくれるじゃないですかだから私もされたいんですよ <laughs> 私もされたいのだから楽しみです <laughs> はい <laughs> では最後のハートをいただきます <laughs> 欲望に正直でいいですねふふふ <laughs> って思いました今日ねバレンタインだからピンクのメイクしてあのかわちいでしょフフ <laughs> 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 っていう11期と12期の話しかしてないので中坂先輩エピソードを作っとかんと,ということで、ね、はいでもこのままいくとちょっと気持ち悪い先輩だと思われかねないのであの優しい仲良しな先輩になれるように頑張りたいと思います サータンが昨日はたくさんし話せて嬉しかったです中坂さんは優しさがにじみ出てる優しい方と話していましたということであ本当ですか嬉しいですでも昨日はサータンのこといっぱい知れたんですよコ,コハちゃんのこともみウとみくるとサータンとコ,コハちゃんと4人で喋っててあとマネージャーさんとめっちゃ喋りましたね、そう 聞きそびれたことがあってそれだけ後悔してるので次会った時に聞きます <laughs> <laughs> 職場で小さいチョコが大量に配給されたいいじゃないですかバレンタイン中坂のお家にも今なぜかバレンタインデーだからか分かんないですけど大量のバレンタインデー用に 梱包されたチョコレートが箱で段ボール箱になんか敷き詰められてパそうパパ坂がもらってきたのかな分かんないです <laughs> サタンとタンタン姫タできてよかったねいやそうなんですよよかったよかった <laughs> そうそうなんですよ後輩に慕われてるかはわからないですけど後輩は 一方的に愛してます今年はパパ坂さんに渡した渡しましたよいちごのなんかトリュフみたいなのをあげました美味しそう絶対1個もらうんだでおじいちゃんにも買ってきたなんか「織田信長チョコ」みたいなやつにしました <laughs> なんか時代っぽいなって思って時代じゃないけど絶対でもなんかそう織田信長か誰かか 武田信玄か,だか伊達政宗だったんですけどやっぱ愛知やし織田信長やろって思って織田信長にしました <laughs> はいえんかどんなのかななんかなかか兜みたいなのがプリントされてたり刀みたいなのがプリントされてるみたいなチョコでした スタグルフェアってあるんだねだってえいつそんなのがあるんですかあれじゃない今度のさフジフィルムカップみたいなやつじゃなくてもらえれば何でも嬉しいものよねということでそうですよねでも最近ここ数年はおじいちゃんに直接渡してなくてパパ坂経由で渡してるのではい渡したらいいなって思いますねお年玉延長はねないんですけどあの今年もちょっとギリギリなかギリギリあったみたいな <laughs> お,お正月もらえなくて みゆがすごいポロッともらえなかったんだよねみたいな <laughs> 言うなって感じですよねすいませんでもまだ高校生なのでちょっと本音が漏れてしまってもらえなかったんだよねって言ったおじいちゃんがくれました <laughs>、はい、でおじいちゃんはおじいちゃんはあのホワイトデーに絶対にバカデカシュークリームをくれるんですよ私にわざわざトヨタまで買いに行ってくれるんではい ホワイトデーが楽しみです、ね、新ゲームチ大好きだよ一時期マジ、ま、なんかお父さんが出張どこに行くためにも新ゲーム買ってきてもらってました本音が漏れるって,ってだって私今年最後がお年玉だと思って生きてるわけですよでも今年もらえなかったんですよ <laughs> だからショックがあまりにもでかくてバカでカシュークリーム多分ショールームで食べるので楽しみにしててください 水まんじゅうみたいなやつ信玄,餅ですか信玄餅は何かなんていうんだろう豆腐のパックの4等分下みたいなパックに入ってるきなこがめっちゃかかっててビニール袋にぶちまけて食べる黒蜜をかけて食べる餅です <laughs> 一人で全部食べます。 目だけ二個とか入ってるんですよそう黒蜜美味しいですよねわかります的確の表現でしたということそうめっちゃ美味しいんだよね阿部川餅も好き餅大好きなんですよみんな愛知県の清め餅めっちゃ好き熱田神宮ね安永餅昨日売り切れてた安永餅もうまいよね きのこでむせがちな餅です美味しいですよ巾着みたいなので売ってるやつかあそうですそうそう赤と青のやつ今修学旅行で買ったか買ってないかどっちかでした <laughs> まあどっちかしかないよねではプログラム5告知をする前に今日のスペシャルイベントビッグスペシャルサプライズゲストサプライズ歌唱をしたいと思います <laughs> なんかさバレンタインデーっぽい歌ってなんだろうね カバンの中隠しているこの恋の答えを「今日だけはちょっとのトレイ」「振り回される僕だよ」「君の想い聞けるのなら今ここで膝もまずいてもいい」「ちょっと甘くてちょっとほろ苦い一日さ」 その手伸ばして男は叫ぶ女王様愛をください <laughs> 太陽と愛しさはどこか似てるね 「晴れたり雲をたり日差しは変わる」「気のせいかな君が近づいてくる」「後ろの手に持ってるのはありえないミラクル」「今日こそはちょっとのトレイン」「もったいぶぶってじらすなよ」 ご褒美とかもらえるなら一粒の涙を見せようだって嬉しい長かった僕の片思い世界中の孤独なものへ女王様愛をください 「バレンタインデイは恋の期末テスト」「ドキドキだよ日常が咲いてされる」「今日だけはチョコのトレイ」「振り回される僕だよ」「君の想い聞けるのなら今ここでひざまずいてもいい」 「ちょっと甘くてちょっとほろ苦い一日さ」「その手のばして男は叫ぶ」「女王様愛をください」 時間なので終わりたいと思いますいい時間なのではないでしょうかエコパ懐かしいねふい <laughs> では終わります えー、ずんなまんさん、クッキー、ブブググ,グさんハート、白のクマさん、ロリポップ。えー、のルルえー、ピースさん、ハート、誰レマハート、黄色のナクジンさん、ハート、ルルの子さん、ハート、パナさん、クッキー、ええウキさん、ナイフ、ピースさん、ハート、誰レマハート、ハート、ダレマ、オホモさん、タラのオンプ、シロナクマさん、タラン、オンプ、トトイセゲさん、タラのオ,オンプ、シロナクマさん、タランルルさんタラ、オンプ、ピースさん、ハート。ええー ランスルラスカさんたらのオンプシルルルルさたらのオンプトートイサギさんたらのオンプメイドメロさんミラーボールランスルラスカさんたらのオンプリボンクロミちゃんさんレインボーシルルルルさたらのオンプセンターキャノコさんたらのオンプリボンクロミちゃんさんレインボえ世界さんたらのオンプアミちゃんさんロリポップトートイサギさんオレンジサインシルルルルさミラ ランスラスカさんたらの音符、トートイセギさん、オレンジサイ、ストロベリーニャンコさんストロベリーニャたらのブタラの音符、カエルさんたらの音符、モフモスさんたらの音符、ランスラスカさんたらの音符、シャンシャンさん、クッキー、トートイセギさん、青サイ、ストロベリーニャンコさんたらの音符、ピースさん、ハート、シャンシャンさん、ロリポップ、ストロベリーニャンコさんたらの音符、トイセギさん、青サイ、リボンクルミちゃんさん、クッキー、お化けさんたらの音符、トートイセギさん、青サイ、ランスラスカさんたらの音符、え 可愛いメイドさん。ハート、メイドメロンさん。たらの音符、メガネさん。たらのオ符、プがろっさん。ミラーボール、ミラーボール。トートイサギさん。たらの音符、メイドメロンさん。たらの音符、水の車両、ムンムンサギさん。たらの音符、ジルルルンさん。たらの音符。えー、水の車両、ムンムンサギさん。たらのプ符、ラスロスカさん。たらの音プトートイサギさん。たらのムン。センターウォーキ、女の子さん。たらの音プトートイサギさん。白サイン。えメイドメロンさん。青さえ白さえ、オレンジサイン。バレンタイン中ふさんカラフルペンライト えー、メイドメロンさん青菜白菜オレンジサイトートイセギさんオレンジサイ、えー、お化けさんトんネけシャトルウキさんライフトートイセギさんオレンジサイメイドメロンさん青菜シルルルルさんミラーボールこれなんだろう猫仮面さん <laughs> ニャンニャン仮面ってことさんロリポップメイドメロンさん白菜オレンジサイトートイセギさんタラノオブルルンネコさんハートピースさんハートストロベリーニャンコさんタラノオープここで一発さんミラーボールメイドメロンさんタラノオープみどさんタラノオープシャシャさんクッキー センターキュの子さん、青菜。えーしえー、みど緑さんたらのオーブシルルルさんたらのオーブとトイセさん、オレンジさイ。ええー、おばけさん、ハートガロウさん、ミラーボール。緑さんたらのオーブシャンシャンさん、のインボランスラスカさんたらのオーブとトイセさん、青菜。水色のさイル、ムームーサさん、ミラーボール。ええー、おばけさん、えー、コッキー。<laughs> 鼻めっちゃかゆい。<laughs> 急に。ええー、ランスラスカさんたらのおーブ。 トートヨサギさん、シロサイ、シャンシャンさん、ダルマ、ピースさん、ハート、ストロベリーニャンコさん、たらノムたらノ、オーブ、センターキャナノさん、シさいイ、世界さん、ロリポップ。えー、ナスラスカさん、レインボー、ミドさん、タラノーブ、シャチャコさん、タラノーブ、メイドメロさん、タラノーブ、ピースさん、ハート、シロノクマさん、クッキー、ブブググさん、ハート、センターキャナノさん、オレンジサイ、トートヨサギさん、レインボー、ピースさん、ハートノホムさん、クッキー、カエルさん、タラノーブ、オーブ、オさん、ロリポップ、トートヨサギさん、レインボー、ピースさん、タン、ハイめっちゃかゆい花 <laughs>。 どうしたんでしょうか自分が人気映画ないとですね、そろそろ。ピースさん、ハート、社長チさん、サランのオープン、ジンセラスカルさん、ロリポップ。ピースさん、ハート、モフモフさん、クッキー。えー、メンドメロンさん、タランのオープピースさん、ハート、社長チさん、タランのオープン、ジュニシュネバさん、クッキー、モ,モフモさん、ロリポップ。ヒヨコスターさん、クッキー、ルンルンネコさん、ハート。ピースさん、ネインボー、大まみみさん。ロリポップ、おばけさん、ロリポップ。ストルリニャンコマカロンさん、黄色のダルマ、ピースさん、ハート。 えルヌネコさん、ハナモもモさん、ノリポップ、エゴさん、ノリポップ、自転車ラスカルさん、ノリポップ、エゴさん、ノリポップ、ピースさん、ハート、キーさん、クッキー、自転車ラスカルさん、ノリポップ、ロリポップ、センターキュー、ナさん、ノリポップ、えー、ピースさん、ハート、白のナコマさん、ノリポップ、エゴさん、クッキー、自転車ラスカルさん、ノリポップ、ロリポップ、ピースさん、ハート、世界さん、クッキー、白のナコマさん、ノリポップ、ルヌネコさん、ハート、ピースさん、たらピースさんハート、メイドメロンさん、可愛いピースさん、ハート、白のナコマさん、ノリポップ、メイドメロンさん、結婚して ストルミニニャコマカロンさんナイフカエルさんハート限界忍者さんハートピースさんハートムシャラスカルさんハートシロナコマさんロリポップおつきさまニャンコさんトンでキシャトルせっかさんクッキーシロルルルさんかわいいありがとうございます他にもギフト投げてくださった皆さんありがとうございますイェイありがとう <laughs> ということで今日もたくさんのギフトありがとうございます

カエルさん、オレンジのネッさん、マスクしてるクルみちゃんさん、男子がひヒルさん、白のクマさん、緑さん、ありがとうございまーす。イエーイありがとう <laughs> !13 位、3 <laughs> 位、ありがとうございます。わしづかみ !12 位、3 <laughs> あ,ありがとうございます。ミジンコ。にゃんパクパク。

6位フん3ありがとうございますトットウサギぴょんぴょん5位フん3ありがとうございます4位フん、フ <laughs> 3あ,ありがとうございますイコラブちゃんなんかさチョコレートの曲ありますよねでもちょっと出てこないでも可愛くてす,すごい好きですフフフフ3位 <laughs> <さん> <laughs> さんありがとうございますトロベリーニャンニャン に、さありがとうございます。皆さん、にブーブー、うさぎ。ブンブン。そして、今日の一位は、ドクドクドゥ、ドクドクドゥ、ドクドクドクドゥ、ドゥン。さんです。せーの、ガロさん、ありがとうございます。ガロさん、ガロさん、ガロさん。ガロさん。ありがとうございます。あ、イミみさんの曲なのね。 ちょっと勉強しようでも最近いろんな曲聴くからさイコラブさんとノイミさんもたまに聴くんだけどさちょ覚えが悪くてすいませんということで今日も皆さん配信見ていただきありがとうございましたコメントしてくださった方おしゃギフトを投げてくださった方もありがとうございましたえっと告知です今日今日の19時からトーク会握手会ツーショット会の5時販売が始まりましたイエーイ え皆さんにチョコをあげたので皆さんは直接愛を届けに来てくださいお待ちしてますまた告知ツイートとかもするのでそちらの方もぜひチェックしてくださいよろしくお願いしますそれでは終わりたいと思いますそして明日そう明日「キャンキャンルームがあるので皆さんは絶対にそれを見てくださいせっかく中坂さん呼んでいただけたのでお願いします皆さん見てください では、明日あは朝配信です。だから、7時半からです。よろしくお願いします。それでは、終わりたいと思います。今日も配信見ていただきありがとうございました。えー、この後、チョコレートの最終調整を行いまして、もしかしたらまた、ポストするかもしれません。<laughs> では、終わります。せーの、まいちゃん、じゃんけんぽんあっち向いて、ほい今日の合言葉は、ハッピーハッピーバレンタインデー、チュバイバーイ にじゃないよも聞いてねーこの後21時40分からだよー。にじゃないよ、聞いてね二にじゃないよ、聞いてねー今日は名門太陽フェリーさんだよー。ん <laughs> 間違えた、間違えた、間違えた。間違えた <laughs>